東仏か付き茶入れ名初花、公益財団法人、徳川記念財団所蔵。初花は、奈良芝かたつき、日田か付きと並んで、天下三か付きと呼ばれた茶器の一つ。一般的には、初花か付きと呼ばれる、徳川将軍家伝来の統制茶入れである。古来、大名物として名高い茶入れで、中国の南宋、または、元時代の作と推定され、戦国時代に、 日本にトライした。初花という命名は、室町幕府八大将軍、足利義政とされ、その形状夕食が郵便令で春の先駆けする、初番の名家に似るためだという。重要文化財指定名称は、東物片付き茶入れ名初花で、現在は、東京の徳川記念財団が所蔵している。当世、高さ8.8センチメートル。片付きとは、 器の剣部が水平に張った茶入れのこと。肩から底部にかけて茶褐色の上薬が流れて景色を作っている。金星の取れた優美な作ぶりである。日本に伝来する以前は、ヤギヒの油壺であったとも。足利義政から村田受講の門人の鳥陰節の書持となり、慶の大文字や、引田隆史館を経て、禄十二年四月頃、織田信長に新城された。 元気二年と、天正二年、信長の茶会で使用されたことが確認できる。当時、初花片付きは、新田片付きに次ぐ、天下二の片付きと評価されていたという。天正五年十二月二十八日、信長は、着男の信忠が三位中将に昇進した祝いと、家督相続の印として、他十種の茶道具と共に初花を譲るが、天1十年に、 本老寺の変により流出。具体的な経緯は不明だが、松平地下支度が所有した。その後、徳川家康に献上され、親宅はこの功績によって、倉役、酒役など、一切の諸役を免許状が与えられた。天正11年6月までに、静ヶ岳の戦いの戦勝祝いに、橋場秀吉へ送られる。このことは戦争役が、 姉妹喪失へ当てた書状に書いている。初花を手に入れた秀吉は、大阪城初の茶会をはじめ、たびたび大茶会に、これを飾った。これは秀吉は初花を使用して見せることで、自分が、信長信忠秀吉と続く、織田政権の後継者と周囲に示そうとしたものと、考えられる。なお、天正15年、九州征伐により奈良市は片月も、 秋月種種から秀吉の手に渡り、天下三家達が秀吉の元に揃う。秀吉の死後、浮北秀家へ相続されるが、秀家が関ヶ原の戦いに敗れたため再び家康の手に渡る。家康は大阪の陣で先行のあった孫、松平忠直に恩賞として与えられた。しかし、忠直は褒美に領地をもらえなかったことに不満を。 持ち初花を打ち砕いたという話もあるが、初花が現存しているので作り話と考えられる。ただなお役後は、長子の松平三永が相続したが、三永が越後騒動で開役されると、名の女にの宮が預かる。三永方面後は再び三永に戻されるが、元禄十一年、三永の養子し長則が津山藩主になると、同年十二月実質、その五例として、 江戸幕府に献上された。忠政が打ち砕いたとされる茶壺は修復され、初花の茶壺として福井市立郷土歴史博物館に保管されている。初花の茶入れと初花の茶壺はよく混同されるので注意が必要である。ありがとうございます。